プロック界でも、レア中のレア。うーって。私にとってはもうポケモンカードだよね、大事な。あー、またあったよ。見て見て見て、踊ってるよ、ほら、本当に踊ってる。見て、私何もしてないよ。このノートに出会わなければ、こんな量を買ってなかった。皆さん、こんにちは、千秋です。今日は、超久々の、マニアック企画、80年代ファンシーグッズ。私は80年代ファンシーグッズコレクターとしての一面もあるんですけど、それはこの YouTube でもやった昔のサンリオグッズ前編後編があったり、オサムグッズあったり、あとはピンクハウス、オールドピンクハウスを集めてたりとか、あとは去年千秋の歌 YouTube の中だけで超バズったこのウィークエンズの超爆買いで、結果ウィークエンズが大復活することになったやつとか、あとは昔の80年代の小学生がみんな使ってたファンシー土産風のなんか男の子と女の子の下手馬なイラストのものとか、もう無名のやつとか、あと斉藤真理先生のレモンちゃんとか、国用がファンシーグッズを出してた頃の月と星とかてるてる坊主のやつとか知ってる？ボンズ&スネールとか、そのオールド国用のやつとか、あとはもう緑とか、なんかね、もう当時はファンシーグッズを出す会社がいっぱいあったので、今もう潰れちゃったから全然ないんだけど、イージーボーイズとかもうね、そういうのをいっぱいいっぱいいっぱい集めて、前は時々インスタに載せてたんだけど、もう多すぎてあんまりにも載せなくなっちゃったのね。でその中でもコツコツ集めていたのがこちら、昔の仲良しと昔のリボンの付録。付録だよ。これは昔のリボンと仲良しなんですけど、これの付録ってあったじゃん。それを、ここ、もう7、8年ずっとコツコツ買い集めてます。いろんなところで。それが、見て。この引き出しにこれぐらいあるの。でね、この引き出しがあと3個分ある。だから全部で引き出し4個分あるの。で、本当はこの企画をやるためには、例えば70年代、80年代前半後半、90年代とか、仲良しとリボンに分けようかなとか、まあ、チャオも時々入ってるので、いろいろ分けてからにしようかなと思ったんだけど、とにかく、紙物なので多すぎて整理しきれない。で、途中でこれが何年代かも分かんなくなっちゃったから、とりあえず、今日は1個目の引き出しを片っ端から紹介します。多分好きな人はわーってなるけど、そうじゃない世代の人は何をしてるんだ、なんで汚い紙がいっぱい出てくるなって感じです。そんな動画。とにかくどんどん、うわ、重い。どんどん出していくね。まず、1個目はこちら。じゃーん。これはね、多分ね、70年代だと思うな。こういう紙のファイルものがすごい好きでいっぱい集めてるんですけど、こういう。由美子田淵。田淵由美子先生だ。のこうファイルです。横がこんな風になってて。でしょ？本当はね、もう一個一個説明していきたいんだけど、とにかくもういっぱいある。そして、じゃーん、こちら。ほら、萩谷睦美先生の。これは見覚えある人いるんじゃない？あとは、これも紙ファイル。もう色が褪せちゃってるね。で、見て。ノート。萩谷睦美先生の、ポーのノート。かわいい。中は、こんな感じ。で、見て。また、萩谷睦美先生の、ピカピカ。ここが金なの。このノート知ってる人いるでしょ？ほら、あ、かわいい。あ、前が赤で、途中が緑。あ、赤とか緑になってる。こんな感じ。あと、これも。これも萩谷睦美先生のノートだ。ほら。こういうイラストが書いてあります。こういうのがね、何個あんの、もう1000個ぐらいある。
これを永遠に紹介していきます。あとは、あ、こっちはね、もしかしたら90年代かも。矢沢愛先生のこのさ、ミカコちゃんスタイリッシュファイル、これだってリボン平成7年9月だから、もう私結構大きくなってるかも。だけどこのファイルが便利すぎて、なんかこうやって置かれてるんだけど、この便利すぎて私このファイルだけで多分3個ぐらいあると思う。あ、もう1個もここにあった。ほら、これ知ってる人いるよね。これは私よりちょっと下の世代です。あ、これも見て、かわいい。マリン、80年代マリンルックが流行ったんだよ。80年代にマリンルックが流行ったから私もマリンルックが好きなの。こうマリンルックだから、セーラー服っていう意味じゃなくてマリンルックね。見て、これもファイル、こういう風に紙ファイル、こうやって分かれるの。あー、懐かしい。なんでこういうの集めてかっていうと、てかもう一個あった二個あったなんでこういうのを集めてるかっていうと、なんかでね、どっかの古い本屋さんで昔のこの当時の付録を見たのね。その時にね、もうざわざわざわってしたの。なんか当時私は漫画を読んじゃいけないお家で、ドラえもんしか読んじゃいけなかったのね。ドラえもんはいいんだけど、仲良しとかリボンとかは、恋愛物があったりとか、キスシーンがあったりするから、そういう読ませた女の子になっちゃダメって言って、その、読んだらダメだったの。なので、友達にこっそり借りて読んでたのね。で、こっそり借りて読んでるんだけど、漫画は読めるんだけど、付録はさ、買った人にしかもらえないじゃん。だから、買えないから友達がいっぱい持ってたの。でも私は一個も持ってなかったの。で、初めて、6年生か中1とかで、初めてやっとなんかね、誕生日かなんかに買っていいよって言って、買ってもらった時の付録を、とにかくもうやっと手に入れたからって言って、超大事にしてて、いつも眺めてたんだけど、その時の気持ちがね、わーって蘇ってきたの。大人になってから。大人になったって言っても、だってもう、7、8年前に、初めてこういうのを見た時に、なんか、その時の懐かしさと、なんか嬉しさとか、なんか、えぇってもうこう、なんて、こう、表現できない気持ちになったの。で、なんかもう手に入れたいと思って、そっから、このコレクター魂に火がついちゃいました。これは、ノート?これはね、リオ&リョウといえば月の夜星の朝だ。私が中学生の時に、ああ、かわいい。昔のさ、今の付録もよく豪華って言うとかって話題になるけど、昔のこのさ、ふんだんにイラストが使われてる感じ、超豪華だよね。こうやって表と裏でカラーでさ、だから漫画家の先生大変だったんだろうなと思うけどさ、この漫画の中でイラストも描くのに、付録用のもう書いてたってことだもんね。次は、あ、これも月の夜星の朝だ。絶対にリオと亮太郎だ。私たちのバイブル。何これ、後ろになんか料理のレシピが載ってる。この紙の下敷きってあったよね。紙の下敷きだから全然下敷きにならなくて、すぐここがボコボコになっちゃうんだけど、はあ、かわいい、飾りたい。あとは、あ、見て、全プレ。これも月の夜星の朝だ。そうそう、本田圭子先生の。これはさ、全プレってさ、この、本のさ、全プレをやるときになんかどっかの応募券があって、それと切手をなんか何百円以上入れて送るんだよね。そうするとこういうのが送られてくるの。いつもは紙物なんだけど、この全プレのときはちょっと布のちょっと豪華なやつが送られてくるんだよね。これも買いました。あ、見てこれ、真四角。これレコードジャケットの大きさじゃない？
これも、もう稽古本田って書いてるから、本田稽古先生の。これも、リオと両太郎だよ。好きなのかしなさ。あ、かわいい。これ、額縁に入れて飾りたい。かわいすぎる。これ、そのまま今、グッズになればいいのに。これもあったよ。このデザインかっこいいね。黄色と青で。ダンスダンスダンス。リオとリョウタロウのカルチャーバッグって言うんだって。こう紙袋だ。ほら。紙袋だよ。あ、まさかと思ったらここにもちゃんとイラストが書いてある。ってことはこっちも？うわ、書いてある。こっちにリョウタロウがいる。すごい。これも額縁に入れて飾りたい。こんなのがあった。これは多分、私よりちょっと上の世代かも。いつのだ、リボン。ほら、昭和54年、昭和54年って書いてあるから、だいぶ上だ。これは、こういうファイル。わ、見て、こんな、ビニールがついてる。あ、かわいい。ファイル。あ、レターセットもついてるよ、ちゃんと。私も、買うだけ買って、細かく見てないっていう感じなので。これも、これはいつだろう。ムツエイコさん。ムツエイコ先生。あ、違う。こっちだ。こっちがムツエイコ先生の、またファイル。紙ファイル。紙ファイルがもう、たまらん。紙ファイルがあったら、もう私の知らない90年代とかでも、買っちゃう。なんかに使えそう。こっちは、あ、小倉冬美先生だ。ほら、あ、こういうビニールになってて、こっちがビニールになってて、あ、こうなってる。こうなって、ここに挟めるようになってる。あ、で、ここに穴が開いてるぞ。ファイル。かわいいね。かわいいね。いろんな世代の人、これも多分私よりも年、ちょっと上の世代だと思う。この漫画は多分読んだことがないんだけど、あとなんか絵のタッチで70年代かなとか、80年代前半だなとかわかる。わかるよね、絵の感じで。これ、マイメモリーって書いてある。なんか多分写真入れ。立ちかけ秀子先生。あ、これは、ときめきトゥナイトじゃない？ほら。池の恋先生の、ときめきトゥナイトだ。の、ノート。で、中もカラー。こんなサービス券とかついてる。かわいい。こういう。名前が書くところがある。やっぱ小学生向けだったのかな。あ、こっちも。池の恋先生のノートだと思う。あ、中にこんな、ケーキの、道具とか、ケーキの道具とか載ってる。中もカラー。さっきから何やってんのっていう人と、わー、知ってる、懐かしいって言ってる人に二つに分かれてるのが知ってる。あ、ちびまる子ちゃん。そっか、さくらももこ先生もリボンだもんね。ちびまる子ちゃん。ここになんか、一日のスケジュールを書こう。時間割とかあったね。次は、これ？ボディーランゲージレター。本田恵子先生だから、
これは涼太郎とリオなの？見て、かわいい。もうさ、今売ってるレターセットよりもめっちゃかわいいじゃん。あれ？全部違うの？後ろ。一緒か。レターセットってことはきっと封筒もあるのかな。あ、こういうのもある。こう使いかけで売ってることもあるからさ。ああ。後ろがこんなベージュになってて、前はこうやってほら、リオが書いてる。郵便屋さんがリオ太郎なんだ。かわいい。あ、見てこれ。朝霧龍先生の。アップルドリームじゃない？こういうさ、レポート用紙みたいのもあったよね。あ、切れちゃう。ここ切れちゃう。丁寧に預かおう。これ。かわいい。あ、あとこれ、これもいっぱいあったよ。これ知ってる。知ってる？ほら、こうやって。あ、切れちゃう。こうやって、3個に分かれてんの。わかる？ 3 個に。これ今これバーってやったらさ、落ちてきちゃったからやだー。ほら、落ちてきちゃった。おー。これ懐かしい。こういうメモです。これもあるよ。小倉冬美先生の。見て、かわいい。ファッションも。あ、後ろにも。表がこれで、後ろにもこんななってる。かわいい。あ、またあった。これ知ってる人いるでしょ？覚えてる人。中は、こうやって。二つに分かれてます。もう落ちるからそっとやるね。こうやって二つに分かれてるの、こうやって。で、封筒がついてた。こういうの。え、かわいい。え、封筒もさ、この絵は一緒だけど、この絵は違うんだね。で、裏も全部違う。芸が細かい。うわ。これも、開けたらこんななってる。芸が細かい。かわいい、こんなの一生使えないよ。増えるばっかり。みんなにこれさ、どうすんのってさ、友達とかには言われるんだけどさ。またあったよ。マリン。マリンファイル。これは本田恵子先生だ。リオと良太郎だと思う。リオ。1984年、85年ってマリンルック流行ったもんね。これも紙ファイルです。中もこういうマリンっぽい。かわいい。涼太郎とリオ、月の夜、星の朝。あー、かわいい。最後のページ、こうやって大きな封筒があって、ここになんか入れれるようになってる。こうやってほら、かわいい。はあ、次これ、ほら、これはもう五十嵐由美子先生です。ティンクルスター2、かわいい。じゃーん、かわいすぎる、かわいすぎる。これはファイルノート、中はこんな風になってる。もうさ、五十嵐由美子先生は仲良しだよね。こんな風に。あー、見て、服もかわいい。でもこんなの私が今衣装で着てるような感じじゃん。もう、かわいい。
ここが、ここがね、こう封筒にな、封筒袋になってて、っていう感じ。ファイルノート。これは懐かしい。これもドキドキしちゃう。次は、あ、これも知ってる人いっぱいいると思うよ。じゃーん。ファイル。これも月のある星の朝だね。リオとリオ太郎。見て、ほら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 。絶対知ってるでしょ、これ知ってる人。同じ世代の人。一枚目にカラーの、こう、紙があって、あとは、こう、ルーズリーフ？あ、古い紙の匂いがする。これ。シール。多分これ、この辺の、レターセットのやつだと思う。で、表紙がないんだけど、見て。これもリオとリオ太郎って書いてある。これが水色だけど、こっちにピンクがある。で、封筒。ちゃんとさ、後ろにも絵が書いてある。これでシール。これがセットなのかな？多分セットっぽいね。まだあるよ。あ、こういう封筒。リオとリオ太郎だね。すごいね、本田圭子先生。ずーっと。てか、また、同じやつが2つある。これ、あ、これさっき見たやつだね。さっき表紙がないって言ったやつだ。これだ。だから、実質3個あるんだ。3セット。どんだけ集まってくるんだ。これは私も集めてるんだけど、友達とかも集めてくれて、よく報告してくれるの。買ってきてくれるの。これさっきも見たよね。さっきも見たよね、これ。あ、見た、これ見た。中は見たけど、この封筒は初めて見た。これは、小倉冬美先生の。この封筒も初めて見た。てか、初めて出てきた。これ、封筒は封筒。封筒は封筒。レターセットはレターセット。ってやった方がいいの？それとも、作家ごとに分けた方がいいかな？あ、朝木龍先生。ファイル。これは、学校の時間割？で、これは、あ、ここになんか入る。ファイル。で、透明なビニールがついていて、かわいい。このビニールもこういうさ、こういうビニールだったよね。レイがついてんの。これ、付録の担当の人とかいたんでしょ？付録の、あー、見て。もうギンガムチェックとか。全部かわいい、ここ、こうて。すごい。付録の担当の人だっていたじゃん、絶対。だから今もう私より年上だから。もう60とか70歳になってるような人が付録の担当だったんだ。私付録作ってたよって人いないかな。あー出た、ワンコロベ、ワンコロベ。このステッカーはみんな知ってる気がする。ステッカーをさ、もうこのステッカーが欲しくて、コレクターなので、2枚も3枚も集めてます。こういうのもあるよ。こういうのもあるよ。なんかこういうのもある。あ、いっぱいある。ほら。なにこれ。ここに折り目がついてる。なにこれ。なにこれ。ワンコロベ。なんだろう、クリップしおり、こんなのもあるよ。あとは、こういうのもあるし、こういうのもある。リボンの、
あなたがいなくちゃって書いてある。リボンのメッセージカード。はぁ、かわいい。ワンコロベ。ワンコロベ。漫画をちゃんと読んだことがないけど、キャラクターとしてめっちゃ秀逸。ほら、もう何かがわからん。ダンボールでできてる。これも全部一個一個集めたんです。こんなのあるよ、ビニールの。これも付録だったのかな？あ、こっちもビニール。付録だったのかな？かわいい。かわいい。ワンコロベが続きます。シール。何これ？また出た。これ何これ？ここに折り目があるんだけど。何これ？パズルリングって書いてある。何これ？マジでわかんない。でもかわいい。あ、こういう紙袋もあったね。これも付録だよ。うわ、ランチパック付録って書いてあるもん。かわいいね。また出たよ。これ何これ？これ何これ？パズルリング。何？あー、ビニールとかもあるんだよね。たまにビニールの付録があるんだよね。かわいい。もう、レターセット。何これ？何これ？ブーブークッションかな？なんか、ブーブークッションみたいなのがあったような記憶がある。何かわからない。また同じ。ブーブークッション？そんなことない？でもここ多分膨らませんだよね。枕とかかな。あ、昔こういうのなかった？教科書のさ、カバー。最初は可愛いんだけどさ、すぐさ、このカバーがボロボロになっちゃうの。だけどこういう教科書カバーみたいなのあったよね、ビニールの。3枚で100円とか200円で売ってたよね。あ、それがいっぱいある。ワンコロベです。あ、ワンコロベのビニール袋。かわいい。ビニール袋。かわいい。こういうのもあったよ。お入り袋だって。かわいい。これも福袋。これはね、覚えてる。これはもう私のなんだけど、その当時からずっと持ってんの。これ何年生ぐらい？あ、でも1985年って書いてあるから中2だ。阪神タイガースが優勝した時だから。阪神タイガースが21年ぶりの優勝した時だから。だから中2だ。だからだ。これをね、ずっと持ってんの。なんかしないけど捨てられないってずっと持ってたんだけど、あ、この付録を詰め始めた時に、あ、ここに入れようと思ってここに入れてます。こんなのもある。お野菜。ファイルです。あ、野菜のファンシーグッズもあったでしょ？この野菜のやつもね、持ってるので、またそのうち YouTube で出すと思う。あったよね。黒曜かな？黒曜でこの野菜の、あったよね。これもビニールついてて、あ、ビニールがこう、あ、ここにこうなるんだ。この野菜にこう、ボールみたいになるんだ。これ野菜がテーマの、あ、ここ多分写真とか入れるんだと思う。で、これがファイル。昔の人何入れてたんだろう。ここにレターセットとか入れてたのかな。で、また、この紙、あの、写真が入るようなのが。です。これも、これは仲良しの付録。あ、浅木龍先生だって。あとは、付録そのまんま。そのままの付録。なんかパズルだよね、これ。きっと折りたたんだらなんかになるやつ。もうそのまんまです。あとは、まだいっぱいある。まだいっぱいあるよ。なんかちゃんと整理した方がいいかな。この箱に入れてるっていうだけでも整理してるつもりなんだけど。じゃん。これはね、これはもうね、付録界でもレア中のレア。一番人気と言っても過言ではない。
これ萩岩睦先生のこの人参シリーズ。あ、もう取れちゃった。もう今あげたら、ほら取れちゃった。でもこの人参のこのレターセット、ほらこっちがオレンジで後ろにこんなの書いてある、ポーのレターセット、これかわいい。これが今取れちゃったんだけど、こんな風になってます。あとは、これさっきも出した？これ月なる星の朝だよね。あ、この、これって今日出したっけ？これも多分本田圭子先生だと思う。こういう感じだ。これさっきもあったよね。2個目か。あ、これ知ってるじゃん。知ってるね。これも紙の下敷き？これも紙の下敷きって言うんだっけ？後ろに、時間割り。リオとリオ太郎。これなんだ？なんか、あ、こんな長い、後ろがこういう長い便箋。え？これ絵が一個一個違うの。絵が4種類ぐらいある。これすごいね、この構造。こういう風についてたんだ。五十嵐由美子先生、転んでぽっくる。あ、こんなところにこんなちっちゃいノートがついている。でこっちが普通のノート。あ、ほら見て、転んでぽっくる大好きだったノートだね。ファイルノート、ここにプロフィール、自分の写真を貼ってねって書いてある。かわいい。これも知ってるよね。これ。この便箋と、この封筒。封筒もさ、ピンクと青があってさ、これ小学生だった気がするな。この便箋をさ、多分折るんだよね。ナプキンみたいにして。レストランのナプキンみたいにして。ほら。見て、ギンガムチェックのさ、水色とピンク。で、封筒もこれあってさ、これ三角に折るんだよね。レストランのナプキンみたいに折って、ここに入れるんだよ。懐かしい。友達に書いたような気がする。でももったいなくて使わなかったかな、あんまり。ああ。転んでポックル、五十嵐由美子先生の千代紙シールだって。あとは、あ、こういうのあったね。はがきがついてんだよね、こういう風に。これは、こっちが本田圭子先生だ。ああ。塗り絵シール？いろんなオールスター。あ、おんこちゃんがいる。あと、あ、見て。転んでポックルのちっちゃいメモ。ほら、かわいい。うわ、嬉しい。まだあるよ、まだあるよ。じゃーん。アップルドリームの箱？箱っていうか、煙突の箱っていうか、作るやつ。多分、こっち側が、こう作ったら家みたいになって、ここが鉛筆立てで、ここが小物入れみたいになるやつ。これちっちゃい時作ったもん。これもったいないから作らないけど。知ってる？これは、朝木龍先生かな。アップルドリームって書いてある。あ、ここにも。見て。レターセット。ピーターパンっぽいね。これとこれ。
あ、レターセットも色が3色もあるんだ。すごくない？ピンクと紫とエメラルドグリーン。ほら、3色もあるんだ。付録なのに3色もあるの。へぇ。ってことはこれも？あ、3色だ。エメラルドグリーン、ピンク、紫。すごい豪華だね、昔の。あー、これもあった。これもほら見て、朝霧龍先生のレターセット。これも知ってんじゃない、みんな。覚えてる人いるよね。2個あるので、さ、これさ、止めてさ、ここ糊で止めた後、ここでさ、何、このお菓子の切り取り線みたいなのがあるか、ここで開けるんだよ。こういうのをさ、あのさ、もうどんどん、何、手に入れたらすぐ使う友達とかいたけど、すごいなと思って、私全然もったいなくて使えなかったもんね。ほら、ここ、ここ、わかる？ここ糊で貼って、ここでこう、ビビビビってやるの。っていうシステムなの。で、レターセットは、こんな感じ。これは？あ、これもやっぱし2色。ピンクと、エメラルドグリーン。ラブ&アキラって書いてある。朝霧龍先生のブログ。あー、懐かしい。あー、朝霧龍先生また出てくるよ、これ。何これ。あ、こういう風になってるの。こうだ。アルバムかな？アルバムだ！ほら、アルバム？ここに、ここに写真を挟めるっぽい。表と裏。アルバムだね。メモリアルって書いてあるから、アルバムだ。あー、これ！これあったよね！可愛すぎる、このストライプ。これは、レターセットです。じゃーん。このレターセット。これも2色あるよ。ピンクと黄色。後ろもちゃんとさ、なんかもう模様書いてある。2。あー、懐かしい。これ私小学生だったかな。この封筒。裏も。え、ほら、ちっちゃいメモもついてんの。これこうやって折るんだよ、ちっちゃく。ああ、それでシールもついてるの。お返事待ってますって書いてある。素敵なあなたへと、お返事待ってますって。エンボス加工で。わかる？ほら。で、ここに入れるんだよ。こうやって入れていくんだよ。なんて素敵なの？なんて素敵なの？あの時の。あの頃の付録ってなんて素敵なの？きっと今の付録も素敵なんだろうけど。ああ、私自分の思い出も入ってるからさ。これをね、見た時にね、もうね、キュンキュンすんの。これもだ。あったよね。レターセットです。また色が違うのかな？あ、違う色が。紫とエメラルドグリーンが順番にある。こんな感じ。で、封筒が。封筒も2色。この頃は2色が普通なのかな。豪華すぎるよね。これもアルバム、ロマンティックアルバムだって。あ、昔の紙の匂いがする。あ、最後だけカラーだ。ここに貼るのかな。ここは貼るのかな。ここは貼るんだな。こっちは貼って、
こっちは挟む。あ、かわいい。すごいよ。見てこれ。これ小倉冬美先生だと思う。違う。武田真理子先生。これ武田真理子先生だ。のバレンタインって書いてあって、あ、チョコレートをモチーフにした便箋に封筒。かわいい。表も裏もカラーが、カラーでイラストがふんだんに使われている。後ろにマリコのラブレター教室。折り方だ。ハートの、ハートとリボンの便箋の折り方がある。で、私これを2個買ってます。これはね、古本屋さんで買ったと思う。2セット買ってる。なんだろうね。ああ、これ、原千恵子先生。原千恵子先生、五十嵐由美子先生にイラストのタッチがちょっと似てたけど、ちょっと違うの。こっちも原千恵子先生のアルバムだ。あ、しかもアルバムってこのくっつくタイプのアルバム。本当に昔のここからビリビリビリって剥がしてさ、また戻すやつ。今の若い人知らないでしょ。昔アルバムってこんなんだったの。この、ほら、ビリビリって剥がして、くっつけんの。本当に、本当のアルバムだ。で、こういうメモがついてる。メッセージメモみたいな。へぇ、かわいい。かわいすぎる。デザインとかも。はぁ、これ、さっきさ、久しぶりに付録を見て、心臓がドクンドクンってしたって言ったじゃん。これです。まさにこれなの。これね、当時も好きだったんだけど、そっからさ、忘れてるじゃん。記憶にないじゃん。で、大人になってこれを手にした時に、え？確かに私これ大好きだったと思って、でドキドキしちゃったの。中がさ、このさ、すごいさ、なんかなんていうの、安い方の紙なの。ツルツルの紙じゃなくて、ほら、なんていうの、よく小学校の先生がわらばんし、わらばんしって言ってたんだけど、なんかみたいな、こういう、あんまりツルツルのじゃない、ザラザラの、ザラザラのノートなんだけど、で、しかもここも超ペラペラなの。だけどね、多分私が初めて付録を手にしたのが、これだったんだと思う。なんか、すっごい嬉しくて、ずーっと大事にした気持ちが、ブワーって出てきたの。で、これ見たときに、あ、これはもう集めなきゃダメだって言って、大人になって集め直したきっかけがこれ。これのノートに、このノートに出会わなければ、こんな量を買ってなかった。でもね、もうこれから、だからこれはとっても大事。なんか私のちっちゃい時の気持ちを思い出させてくれる。私がさ、今大人になってもやってることってさ、全部さ、幼少の時の記憶、幼少の時の夢とかから、成り立ってるから、とっても大事なの。これも原千恵子先生の、あ、こんな風に、ビニールの袋に入ってて、レターセットだ。ほら見て。かわいい。イラスト。で、封筒がこれだ。これ。かわいい。かわいい。これはさ、もうさ、どうせ見る人は一生懸命見るし、見ない人は見ないから、もうなるべく編集しないで、全部流せるようにする、編、するね。なるべく。細かいところまで。あー、ビニール破れてほしくない。見て、かわいくない？こんななったの。かわいい。こんな入れ物。これビニールなんだよ。かわいいね。これはね、多分ね、70年代だと思う。その、絵のタッチが。
田口由美子先生。だから私はこの漫画は知らないんだけど、なんか友達のお家で、友達のお姉ちゃんが持ってたりとかで見たことあるような気がする。うん、そういうのも買っちゃう。あ、やばい、アップルドリーム出た。アップルドリームのこの付録、これも多分っていうか、これちっちゃい時作った気がする。こう多分これぐらいの箱な、あのケーキの箱、今でいうケーキの箱みたいになるんだと思う。これ作っちゃうとそのボロボロになっちゃうから、このまま保存しておきます。まだあるよ。これは友達にプレゼントしてもらったんだけど、もうそのままもう開けるとボロボロになりそうだから、多分ノートと塗り絵はがきとシール、これは五十嵐由美子先生か原千恵子先生、どっちか。あとはね、なんだこれ、こんなんよくあったよね、こういうさ、 なんとか新聞みたいな、見て、占いおまじない新聞だって。後ろがこういうポスターで、表がこういう占いとかおまじないとか書いてある。さすがにね、私も小学生の時は占いとかおまじないを信じてた気がする。中学生になってからは嘘だと思って、もう占いとか全然信じなくなったんだけど。あ、これもあるよ、見て、アリス&太郎ワクワクピクニックバッグ、いつの、これチャオだ、しかも93年、チャオ、こういうのも混じってる。あと他のさっきの引き出しがあと2つあるから、これも萩谷睦美先生のノート。ノートって言っても見て、この1週間の予定のノートだ、面白い、色が違う。昔はこう縦長のノートの付録があったよね。こっちも。ウィークリースケジュール。ほら。そう、このさ、この紙質が昔なの。なんていうの？質がまだそんなに良くない。わらばんし。先生が、わらばんし、わらばんしって言ってたけど、に近いような。これだから古いと思う。こんなもあった。いつの？これも、ノート。すごく分厚いんだけど、これでもまあまあいいか。まあまあいい。紙質悪くない。こういうノート。こんな分厚いノートがついたのよ。あとは、これ。ポーチ。ハッピープーペポーチ。ハッピープーペポーチだって。本田圭子先生の。ああ。私、このトランプ、4個持ってる、多分。これも、陸奥英子先生のトランプ。これも、これが、この全く同じ、本田圭子先生のトランプを4個持ってる。これは陸奥英子先生のトランプ。で、トランプだけだったら多分、8個ぐらいあんのかな。これね、なんでかっていうと、なんでそんなにいっぱい持ってるかっていうと、なんとですよ、なんとですよ、このトランプ、全部絵が違うの。信じられる？全部絵が違うんだよ。これ、本田圭子先生どんだけ大変だったんだろうって感じ。全部絵が違うんだよ、これ。だからもうこれ、一個一個見てるだけで、なんだよね、もうポケモンカード。私にとってはもうポケモンカードだよね、大事な。なので、もう何セットでも欲しいっていう意味でいっぱい買いました。4セット持ってるけど、また、新しい、あったら 5セット目も6セット目も買うと思う。かわいい。ほら。リオだよ、多分。
これも月の夜星の朝の頃、ほら、リオンの両太郎って書いてあるの。リオだよ。月の夜星の朝のさ、が大人になってからさ、出たっていう、知ってるんだけどさ、見てないの。読みたかったんだけど、その読む前にいろんな人の感想を見たら、なんかあの頃の月の夜星の朝が好きな人は読まない方がいいかもっていうのがあったので、なんか悲しい結末だったら嫌だなと思って。これ、パピプペポーチ。です。ああ、これも知ってるよね。筆箱。ペンハウスって筆箱。こんなのは付録で付いてたんだよ。すごくない？潰れないようにちゃんと、潰れないようにこういう紙があるのまで私まだ取ってるんだ。筆箱。ほら、ここボタンがあってこう。もったいなくて使えない。紙の筆箱。まだあるよ。なんかシール。こういうシール。ここにシールが全部ついてる。うん、結構あるよな。結構長い。結構長いね。ここまである。こういうシールもあります。これは私が昔から撮ってたやつもあるし、買い集めたのもあるし、私が集めてるのを知って友達が実家から持ってきてくれたのもあるし、友達が買ってくれたのもある。どこどこで見つけたよって言って。古本屋さんとかに。これも昔のだね。ムツエイコさん。昔のノート。これは、70年代の後半か80年代の前半だと思う。ちょっと私より上の世代。あとは、この辺も紙の下敷き。これ何？これも。ひでこ、立ちかけひでこ先生のイラスト。と、あ、これ。冬美ノートって書いてあるから。小倉冬美先生だね。薄いけど、かわいいノート。小倉冬美先生はさ、ファッションがかわいいよね、いつも。ほら。かわいい。80年代って感じがする。佐藤真希先生。薄いノート。当時の漫画家の先生たちは付録になるのが嬉しかったのか、それとも大変だから嫌だったのか。ああ、これ。これはもう、昔のリボンの付録の、さっきの人参シリーズよりも有名かも。これはすごい。これは一番、レアかも。見て。萩岩睦先生の、レターセット。あ、五十嵐美子先生。メイミーエンジェル。かわいい。わあ。わあ、すごい。こういうノートです。あ、中にもちゃんと。なんだこれ、メイミーちゃんだっけ？メイミーエンジェル。どんな話だったっけ？かわいい。これも、ちょっと上の世代だと思う。サイン帳？サイン帳っぽいね。こういう。これ、メモパッド。これはね、花と夢だって。これは付録をまとめて買った時についてたの。花と夢とかチャオは見てないんだけど、こういう。ありました。あ、すごいよこれ。浅木優先生のメニュー。なんかクッキングブック。ほら、ほら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 。
作り方が載ってるんだ。すごいね。あ、萩谷睦美先生のノート。あ、なんか手芸？あ、この女の子の作り方が載ってる。最初に。で、あとはノート。へぇー。あ、スパンク。みんな大好きスパンク。何これ。1984年。ランゼかな。初中お見舞い用の。これ何？ティムティムサーカス？何？これ。ほら、五十嵐由美子先生のノート。かわいい。ほら。かわいい。まだいっぱいあるな。なんかこのカセットレーベル。カセットレーベルもいっぱい集めてて。ほら見て。かわいい。カセットレーベルはね、レモンビレッジのカセットレーベルをめちゃくちゃ集めてる。でもこういうの、あ、かわいい、ほら。カセットレーベルもよく黒くなってたよね。あとは、やばい、これ。やばい、これも覚えてる。知ってる？これ。神秘のプラスチックドール占い。神秘のプラスチックドール占い。占いって言ってさ、見て、手のひらで一人でに踊り出すマリエがあなたの運勢を占いますって言って、こういろいろ恋愛占い、勉強占いとかあるんだけど、これね、小学校の時に、うわーって思うよ、みんな見たら。うわーって。これ知ってる？これが入ってて、なんかさ、これがさ、人形は複雑に動くので、大体の傾向で占ってねって書いて、この占いのなんかがあるんだけど、これやったもんね。意味怖いけど。これはね、中世のイギリスで始まった神秘の占い。手のひらに上に置いたマリエのこの人形が、踊るんだって。手の中で。意味がわかんないよね。なんだっけ、これどうすんだっけ。なんかね、とにかくなんか手に置いて、こうやってなんかやってると、動いてんじゃん、ほら。踊ってんじゃん。本当に踊ってる、ほら。すごっ。うわ、すごい。小学校の時は、うんともすんとも言わなかったの。あ、見て、踊ってるよ、ほら、本当に踊ってる。見て、私何もしてないよ。うわ、踊ってる、本当に踊ってる。そしたらこれになる。これでなんか踊り方によって、ほとんど動かないか、なんか足の方がねじれてるかとか、頭がねじれてるかとかで、この占いのこういうのがあるの。でも小学校の時は、怖くて、踊ったら嫌だなと思って、これ何も動かないっていうのがあるから、嫌だなと思ったんだけど、動いてる。ね、めっちゃ怖くない？何？小学校の時はね、全然動かなかったんだよ。知ってるよね。これ知ってる人いるよね。絶対、当時の小学生怖かったと思う。この一回しかこの付録なかったけど。これはすごい。大発明。これ。もあります。あとはもう細々したやつ。なんかもうシール。多分なんかのレターセットのシール。もういっぱい。もう使いかけのシールとか。この付録じゃないやつもあるわ。これも。これは池の恋先生、ときめきトゥナイトかな。これは、付録じゃない気がする。
これがさっきの人参シリーズの封筒の方、3枚だけあるレア。あとはこういう、ここが透明になってる封筒もあるし、他にもいっぱいある。なんかね、メイクさんとかがくれたりとかして、もう封筒だけだから何がセットかわからないけど、これはあったよね、さっき。かわいい。かわいい、これもみんな有名。これなんだろう？これ封筒じゃないかも。かわいい。あ、なめ猫まである。懐かしい。あとは、この辺は、大人になってから、大きくなってからなんかの付録だったの。この、ポーチと、シールと、なんかノート。これ大人になってからの、結構大人、最近 ?5 年以内とかの、なんかの付録。を、この、付録買いで、その何の雑誌だったんだろう。2セット買った。これ。胸キュンメモとワクワクメモと、この多分当時と同じシールっていうのがついてて、これリボン。多分何の付録だろう。これ2セット持ってます。あとは、スパンクのこういうメモがあります。これで私の引き出し終わった。今もう1時間かかった。紹介するだけで1時間やってる。動画は何分になるかわからないけど、もうこのさ、リボンとかももう見たいでしょ。見て、ときめきトゥナイト特集号。こういうの可愛いよね。なんかこう、全プレとかさ、あ、懐かしい。こういう。あ、来月の付録載ってる。この来月の付録見て欲しいなと思ったら見て、アイドルカセットスタンドとかさ。これはときめきトゥナイトが絶賛連載中の時だね。表紙だけがさ、こうカラーになっててさ、こんな風に。待って、これ。リボンってことは月の夜星の朝もあるじゃんね。あった！あった。これな、何、何巻分ぐらい？北山中のバスケ部員は、怪我を怖がるような鍛え方はしてないよ。良太郎くん。まだ序盤だね。良太郎と再会してすぐぐらいの感じかも。懐かしい。こっちもあるよ。仲良し。アップルドリームとかやってると。あんはあん。五十嵐美子先生。アンはアンの時だ。懐かしい。SOS、シンデレラボーイだって。覚えてるやつと覚えてないやつがある。何この、なんかこんな短い、こんなコーナーがある。こんなあったっけ？何これ、先生たちのお便りみたいなのかな。楽しかった。これでここの中の引き出しは紹介したんだけど、この引き出しがあと3個分ある。これが多分この動画みんなあんまり見ないと思うから、みんながあんまり見なかったらもうやらないけど、もし意外とみんなが見てくれたら残りの3個も紹介しようと思います。
ずいぶん長い間喋った。楽しかった。以上、千秋の昔の仲良しとリボンの付録紹介でした。よかったなと思ったらいいねボタンを押してください。チャンネル登録といいねもよろしくお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok、Facebook、アメブロもよろしくね。また見てね。これがあと3個あるんだから。